函館市民映画館シネマアイリスは、北海道函館市にある映画館。五稜郭公園の近くにある。運営は有限会社アイリスであり、コミュニティシネマの一つとされる。ロフトロフトと東京ソナタ上映時に来館した黒沢清監督1990年代前半には、函館市で営業していた各映画会社の直営館が、次々と閉館し、 1993年には、大森町の老舗劇場である、ともえ座も閉館。菅原和弘を代表とする市民団体は、自主上映の場を奪われ、函館市民470人の出資を得て、常設映画館の開館を目指した。1996年5月24日、五稜郭公園近くの函館主犯課街に、函館市民映画館シネマアイリス開館。 1992年に開館したシアター機能に次いで北海道で2番目のミニシアターコミュニティシネマとなった。開館初日の上映作品はスモークとカストラート。開館初年度の1996年にはトレインスポッティングが大ヒットした。函館市出身のシンガーソングライター村岸カンナは中学卒業時の1998年3月に 上映された、萌えのスザクを見たという。開館時には、函館市に4館の映画館が存在したが、一つまた一つと閉館し、シネマアイリスと JR 函館駅前のシネマタイム。開館当初のシネマアイリスは、ミニシアター系の作品のみを上映していたが、やがて子供の長期休暇には子供向けアニメ映画なども、上映するようになり、シネコンでは上映されない。 旧作名画なども上映するようになった。2006年のロフトロフト公開時には黒沢清監督がトークショーを行い、篠原哲夫監督は自作の公開時に毎回来館している。2006年5月24日には開館10周年を迎え、高峰秀子と成瀬美希夫を特集上映した。2008年12月6日、松竹映画送り人で、 上映本数1000本目を達成。翌年春に同作が日本アカデミー賞、アカデミー外国語映画賞を受賞したこともあって、約3ヶ月に及ぶロングランのほか、再上映もするほどの大ヒットとなった。2009年には代表の菅原らが、解談史女系の映画化を企画し、箱館ロケが行われた作品は2010年秋に公開された。2013年には同じく、 佐藤康志原作の、そこのみにて光輝くの映画化も企画し、やはり、函館ロケを行って2014年春に公開された。そこのみにて光輝くは、モントリオール世界映画祭で最優秀監督賞を受賞するなど高く評価され、シネマアイリスでは、アンコール上映も行われた。2010年には、地域商店街活性化事業の一環としての補助金を受けて、 デジタル上映及び 3D 上映設備を設置した。ありがとうございます。